左足が紅白の色違いになっているショース。矢を受ける聖、セバスティアヌスを描いた、この絵では赤いショースを白いブレーに留めている様子がよくわかる。カトリーヌ・ド・クレイブの自答書より、ショースは中世西欧の主に男子が用いた足頃をも、ホーズとも呼ぶ。 ショースの素材や構成が判明しているのは中世初期以降になるが、それ以前の古くからショースは使われていたと考えられる。中世初期の時点では、ショースはつま先から湿下程度まで丈がある緩やかな靴下状だった。素材は主に浅製で、白、赤、木などの色が見られる。当時の男子は中心的やしごろもだったブレーの上にショースを履き、その上端を 紐の靴下止めで支え、靴を履いた。この形式は10世紀頃まで続いた。11世紀から12世紀になると、技術の進歩とともに、ショースは、つま先まで、入念に仕立てられ足全体に、フィットするようになり、また長さを増して、ブレーを覆い、そのベルトに、紐で結び止めるようになった。素材は、麻や絹が使われ、色無地、縞物、ヘリトリなど、デザイン性を増した。 特に僧侶のースは門折、紋織、錦織など高価なものだった。13世紀のースは、すでに一見、現代のタイツ状に見える。軍服の影響で短い上着が流行すると、ースの丈は14世紀半ばに、桃状まで、後半には腰まで届くほど上がった。その結果、ースが、靴下兼ズボンとして、男子服の中心的固い位に昇格し、 逆にブレーが単なる腰回りの肌着となった。ショースは体型を固持するため極めてぴったりした形に縫製され、上端についた金具付きの紐をプールポワンの裾の小穴に通して支えるようになった。素材は麻、絹、毛織物が使われ、無地物、幾何学模様など色調は様々だった。紋章の発展の影響で左右色違いのショースも現れ、 これは16世紀以降も、重木などのおしきせや、俳優、芸人などの衣装で見られる。また靴を履かずに済むよう、川底をつけた、小サンブルという特殊なショースもしばしば見られた。15世紀にはそれまで2本の靴下状だったショースは、竹が腰状まで上がり、また上の部分は、前後とも待ち布で結合され、現代のタイツ状になった。素材には麻、木綿、絹。 毛織物が使われ、白、黒、赤、茶など様々な色とともに、裏布付きや左右別布などのデザインが流行した。またこの時期、伸縮性に富んだメリアス式が出現し、ショースに公的な材料として普及した。16世紀になるとショースはオードショースとは、ドショースの上下に分離するようになった。後者は、ニット製が一般であり、時代が下らり現代のストッキングとなった。 女性用のショースは男性用に比べ時代の変化に乏しく、靴下としてスカートに覆われ、竹はしっかもしくは膝を覆う程度であり、上端は紐の靴下止めで止めていた。普通語のチャウシセはラテン語で靴を意味するカルシャスに由来する。英語のホースは古代英語のホザに由来し、これは足を覆うものを意味するゲルマン語と関連を持つ。 異服名としては中世以降に現れ、これはノルマン語のー数に対応するサクソン語だったため、意味上で英物の違いはなかった。ありがとうございます。